どうも、赤ポニです。今回は異界夜の剣士ヨラーンにアンナを加える方法についてです。それでは早速いきましょう。NPC のヨラーンのイベントを進めると、夜の剣士ヨラーンという異界が手に入ります。この異界、獲得した時点ではヨラーンのみを呼び出せるというものなんですが、特定の手順を踏むと、アンナという騎士も一緒に呼び出せる状態に進化させることができます。異界が2人になるので、攻撃力が底上げされることに加えて、ターゲット分散もよりしやすくなります。単純にね、異界の強化となるので、まだしていない方はぜひ試してみてもらえればと思います。ヨラーンのイベントの進め方が不明な場合は過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてみてください。で、強化するためにはラバースの魔術師塔の最上階に行く必要があります。場所はマップで言うとここなんですが、この塔の最上階は塔の1階からは上がることができないです。で、どうやって行くかですが、西の方からぐるっと回って崖上から飛び移る必要があります。近い祝福としてはこっちにある隠された地が近いです。近いんですが、ここに来るには手前にある教区入り口から影の城の裏ルートをずっと通っていきまして、で、影の城裏門経由で東に抜けてくる必要があります。この部分がね、かなり分かりにくいんですが、この動画で紹介していくと長くなってしまうので、もしまだたどり着けていない方は過去動画を参考にしてもらえたらと思います。説明欄にリンク貼っておきます。というわけで、祝福、隠された地から実際に移動します。この辺りでツリーガードが出てきますが、無視して崖上の方に移動していきます。ここは双子の村となってますね。で、村を抜けて丘の上の方まで移動していきます。ここまで来たら崖のギリギリラインを下るように移動していくと、この辺りから下を見ながら足場を使って降りていく感じですね。そうすると塔が見えてくるので、一気に最上階の足場にジャンプすることでたどり着くことができます。で、中に入ると傀儡があるので、これを調べるとヨラーンの異界にアンナを取り込むかの選択肢が出るので、ここでイエスを選ぶことで強化完了となります。ちなみにですが、もう一度傀儡を調べることでアンナを取り除くこともできます。なので強化後に元に戻すこともできる仕様になっているので、この点は気軽に実行しちゃっても大丈夫です。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。